張り切ってレッツゴー。姉さん、何そのね、技の規模がでかすぎるんよ、レベル1にしては。なあ、ゲット系かな。えば、信頼できるガーディアンのリンダ、騎士団長。えば、イーブイ。こっちかな。いや、この足音は。いや、待って、グレネード。うわー、グレネード。はやー、ありがとう。ここに。ほら、吹っ飛んでた。飛んじゃったよ。え、待て待て、あ、あーはー。リーダーなんで。もう悪いって。何回飛ぶ。じゃあ私も返します。うわ、流せ。え、ずっと真剣勝負じゃ、真剣勝負。オッケーオッケーオッケー。いや、ずっと真剣勝負してるから。いや、今手抜いてあげてたからですか。貴様。許さん。お前のような女をな。俺は許さないんだ。許さんからな。絶対に。絶対に許さん。ねえ待って。お前のような女だけには飽きたくない。ねえ、許さんからな。ねえ痛いよ。ほらもっと泣き叫べほら。痛いマジで。いい声で泣けほら。ほら。進行で。あ、なんかある。もうなんで頭のところにあるの？もうやだってこれ！これ手つかまれるって！ね、これなんか、もうちょっと引っ張れんのかな？うわぁ！ジャンプすると速くなるよとかはある。あ、上手上手。ごめん、嬉しい打ちしちゃった。おめえか？おめえじゃねえ。おめえか打ったの。おめえだろ。おめえか打ったの。打ったろ。打ったろ。おめえだろ。おめえだろ。おめえが先に打った。おめえ、おめえじゃねえ。おめえだろうが。おめえだよ。おめえが先に打ったに決まってんだろ。あっちが打ちました。あっちが打ちました。ああ。言わないでほしいな、正勝先生。正勝先生、平気か？歩けそうか？元気がいい。大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。うん。みんな、うちは正勝先生を医者に連れていく。祝うのはまた今度や。そうだ、出れたことをね。わかったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。え、何？なんとかうまく救い出せたな。でかーい。え、最近、おー、レベル1だよ。でもあー、今スーパーマリオ RPG の最初のクッパに潰されるやつ思い出した。全力でいきます。え、嘘。インベーダーが放った凶悪なけだものけだもの化け物、やっちゃえー、やっちゃえ、頑張れ。あぶね、こいつ。やっちゃえ、頑張れ、頑張れ、エヴァー。やっちゃえ、頑張れ。負けるな、頑張れ。任せな、危なかった。エヴァ、怪我はない？だから要は今のって敵の予測がちゃんとできてないから、こうすればいいんだよ。うわ今の相手して見て。まあ、え、マジかよ俺。センター回ってきてそうだ。あ、いたいた。うわ、ありがとう。全だってお前何なんだよお前これ。いや嘘です、すみません、ありがとうございます。はい、そういうノリ。ポコンかと思ったら、あ、軽かった。やっちまうか。やろ、勝つか。噛み合わないやつ。じゃあ勝とう。勝とう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 。
回収もできる。運ばれよー。運ばれ、待て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 。なんかボムで4人殺したんだけど。最速レート、最速レート。気持ちいい今のボム。世界一気持ちいいボムでだわ。でも4連休じゃん。その通り。どこどこどこど。結果発表。どこ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 。ズバリ、あなたは、どこどこ、飽きた、どこどこ、セリフでしたのに、どこ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 、いやーいやだいやだメトロポリス、アポカリプス。うわー、侵食された、侵食された、うわわわ、ダメだ、それは失敗。え、上の階、え、上の階やった、これ。怖えなー。あー、お邪魔します、こんばんは。だそう、撤去し、撤去し、撤去しに来ました。すいません。もう本当にあるやん。今日はあんたをもてなしてあげる。これあの人らのキルポになるだけじゃない？大丈夫そう？いや、これはリスクの分散か。ボランティア活動。なるほど。裏行って。俺のデスクトップ出ちゃった。ここで？え？裏行ったー。裏行った。お前の髪髪なんだよ。おい、見んなよ。見んねえ。お前の髪髪。もう竹椅子を見せるぞお前。人の壁紙見るとか、じゃあ変態。EV、 あー痛い、僕はすり抜けるのね。あーくる、あ、ごめん、僕が動かすんだわ。ごめん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 。お、これ、あ、もう最終わった、自分だけ大事にしよう。あ、ごめん、なんか一人死んだわ、すまん。あ、ごめん、もう一人。お、余計な、お、余計な、予測せよ、予測しろやん。お兄ちゃん、ああ、支えてくれてありがとうね。離さないでいてくれてありがとうね。プロローグクリア、うるせえよ。そんなテンションのフォントじゃないだろ、まだ。ぐし。一回待って、背後からさ、パンツするの、マジせこいって。え、だって星川が前を向けばいい話ですよね。え、ガチでうざい、ほんとに。あれ、星川さん、え、今まで、え、待って、あ、もしかしてあれ、優しさで手加減してる？違う、シャコの捜索。ごめんね、そんな気づかなくていいよ、全然大丈夫大丈夫、あの、別に全敗夢追いでも。はい、今ね、あの、皆さん聞こえましたか？今、リアルに、リアルに星川さんが僕の椅子を蹴るというね。いや、してない、みんなしてない。そんなことするわけないじゃん。今、星川は右クリックと左クリックでシャコの右手と左手を動かしてますけど、なんと、右足で星川の右足を操作して、私のリアルタイムにね、今、アタックを仕掛けてきました。ジョーさんのキャラは Q ボタンを使うとなんか、うん、何ゴムみたいなのが出てきて、え、ちょっと遠くまで移動できるみたいな。はぁ、憑依みたいなね。そう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 、ちょやってみたいな。ちょっと広い場所に行ってやったらいいかも。広い場所に出て、うん、外、そうそうそう、あ、え、そう、んでただピュンピュン飛ばしてるだけだったね。今ヨーヨーしてるみたいな。おお、ちっちゃい角、ちっちゃい角とこに来ちゃった。え、どうすんのこっから。ちっちゃい角とこに。意味なしだ。めっちゃドキドキしたよ。これ、剣に行くよって言ったら、あ、剣に行けるねっていうね。あ、そう、ボス上手。なるほどなるほど、すごい。
アルスと二人きりは普通に気まずくないか。よし、大丈夫。ちょっと待って、俺勇気を振り絞って、はい、はい、はい、途中で終わっちゃった。勇気を振り絞って話しかけようとしたら、ありがとうございます。ありがとうございます。え、じゃあ俺言って、はずい、はい、今のアルス聞いてただろ。絶対扉閉まってて、上行って扉閉まってたから、そのまま下に流れて、さすがに下も扉閉まってたんだけど、途中で、途中で開いたから、タイミングなんとかしてくれ。ストレージの方流れて、スト大丈夫。はい、はい、はい、途中で終わっちゃったので押しました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。え、じゃあ俺言っていい？はい、はい、ボスが扉閉まってて、上行って扉閉まってたから、そのまま下に流れて、はい、下も扉閉まってたんだけど、途中で開いたから、ストレージの方流れて、ストレージで、あのタスク、なんだっけ、タイミングくさ、燃料を積むみたいなタスクやって、はいはいはい